カムクモンゴルウルスとは、チンギスカン登場以前のモンゴルウルスを指す歴史用語である。現代モンゴル語発音で、ハマグモンゴルとも表記され、直訳すると、前期モンゴルとなる。モンゴル部の指導者であった、チンギスカンの曾祖,祖父、カブルカンによって建国され、モンゴル帝国の直接の前身となった。アル軍側、オノン側、 ケルレン川の一フラグウルスで編纂された収士には、モンゴルの起源について、当初モンゴル族は、チュルク族との戦いから逃れてエルグネダニに住んでいたが、やがて人口が増えてきたのでエルグネダニを離れて、三河の源、ブルカンカルドンに移住したと記している。一方、モンゴルが最初に、中国の司書に登場するのは、東大のことで、司書は、失意の一派、モーコチ失意が、 トモリン湖から流れ出る持ち立川南岸に居住していたと記しており、モンゴル部の源の住地がエルグネカ藩であったと記す終始の記述と一致する。また、エルグネカ流域に居住していた頃のモンゴル部は、考古学上、ブルホトイ文化のアル群類型に分類されるグループであったと推測されており、このアル群類型は、ブルホトイ文化の中でも最もトゥルク系文化イコール、 ウイグルカガン国の影響の及んでいない文化であった。ブルホトイ文化ある軍類型は11世紀頃よりエルグネ流域からオノン川下流域に影響を与え始め、12世紀初頭にはオノン川上流域にまで拡大した。同じ11世紀には北大人による領長がモンゴル高原に進出して拠点を築いており、このようなモンゴル部の精神は北大人との交渉。 交易によって、モンゴル社会が発展したためと考えられている。両代の資料にも、モンゴル人が、馬などの皮、猛製品を持って、非対人と交易したことが記録されている。また、1084年には、モンゴル人が、領朝に徴工したことが記録されているが、徴工を行ったのは、萌エ国にと、ンモエ国にの2集団であり、この頃のモンゴル部が未だ政治的に統一されていない。 ことを示唆している。12世紀中央には、女信人の金朝によって、領朝が打倒され、モンゴル高原の環境は激変した。近朝は、領朝と異なり、モンゴル高原の経営よりも、中原への進出に積極的であり、そのため、領朝という抑えのなくなったモンゴル部は、南下を開始した。考古学的には、この頃ブルホトイ文化ある軍類系が、 ウンドゥ軍文化に変容し、その分布圏をオノンカ流域から南方のケルレン東羅流域にまで拡大させた。このようなブルホいイ文化アルグン類系イコールウンドゥ軍文化の移動と拡大こそが、周氏の伝えるモンゴルのエルグネダニから三河の源への移住に相当するものと見られている。モンゴル部の移住と拡大は、周囲の諸部族との圧力を生み、 モンゴル部と周辺の諸部族との構想は激化し、モンゴル部族社会では、優れた軍事的指導者が必要とされるようになった。このような経緯を経て、モンゴルは、部族的段階から族長を有する、主張性段階に移行し、勘をいただくモンゴルウルスへと変容するに至った。トンビナイ・セチェンの息子カブルカンは、未発達な状態にあったモンゴル社会を統一して、 自らを君主とする主張性国家に進展させ、このようなカブルカンの自責を、モンゴル騎士は、カブルカンは、甘ねき、モンゴルをすべてと表現している。モンゴル部の諸子族を傘下に置いた、カブルカンは大規模な兵力を動員することが可能となり、金和祭の進行を開始した。南宋との対立も抱える。金朝は、カブルカンの進行を抑えることができず、連年敗戦を喫した。 1147年、やむなく金朝は、カブルカンと講和を結び、西平河江北の27条を割上し、毎年牛、羊、米、等を与えることを訳し、さらに、カブルカンを、猛骨国主として作法した。この時、カブルカンは、素元皇帝を自称し、天根教と改元したという。カブルカンは、自らの息子ではなく、またいとこにあたるアンバガイを、 後継者とし、カブルカンの死後には、アンバガイカンが即位して、アマネキ、モンゴルをすべた。しかし、アンバガイカンは、タタルブの暴略によって、娘が嫁入りするのを送る途上で捕らえられ、金朝に送られて、そこで処刑された。これ以後、タタルブは、モンゴル部最大の旧敵として、構想を続けることとなる。アンバガインの死後、モンゴル部は新たに、 カブルカンの息子クトラカンをゴルゴナクガワラで衰退した。クトラカンは、カダン大使らと協力して、モンゴル部の復権とタタル部の打倒を目指して戦ったが果たせなかった。また、クトラカンの治世において、カブルカンの孫、クトラカンの甥いにあたるイエス・ゲーバートルは、メルキト部に嫁ぐ予定であったホエルンを略奪し、自らの妻とした。クトラカンの死後、モンゴル社会では、 有力種族間の対立が続いたため、ついに天力、天ねモンゴルを滑る間は選出されなくなった。キアトシ集団の長である、イエスゲーバートルが一時有力となったものの、イエスゲーも、またタタル部の暴略によって独殺されてしまった。イエスゲーの死によって、モンゴル部の内部分裂は決定的となり、アンバガイ艦を始祖とするタイチウトシは、カブル間を始祖とするキアトシとタモトを分かち、 イエスゲーの長子で、キアトシの長となったテムジンの下からは、多くの民が離散した。後に、テムジンが成長しかつて離散したモンゴル部の民を取り戻すと、テムジンは、クトラカン以来のアマネキ、モンゴルを統治するチンギスカンとして衰退された。しかし、チンギスカンは、旧来の種族的な中隊に頼るカムクモンゴルウルスの体制を改革して先人隊を基盤とする。 新たな統治制度を確立し、こうしてカムクモンゴルウルスは、家家モンゴルウルスへと変貌を遂げた。白石二世に、十18から19ページ白石二世に、2 23ページ白石二世に、三36から37ページ、村上1970、59から60ページ、大金国史、高等七年、ゼド史、猛骨国平。初、立物草、奇中。 その子かちかとろ君く立律その父子かきべい藩、あたえ毛骨痛、骨術のみしなり、自称中原諸教上肘雲で八万うちの、連年不能かつ。高等の六年八月、福塚い、商法じ目あたえゆきかず、木割西平川へ北二十七段歳あたえの、異牛羊うひつじべい、かつ殺その州長ゴーラ廃局、列、ため毛うほこいたりぜしは、いじむ ただしゴーラ廃曲、列辞書、祖言皇帝、改元天教、大金傭兵連年、卒布のうち、ただし県政兵、文、四所用外時間、村上1970、66から67ページ、村上1970、70から77ページ、村上1970、99から102ページ。ありがとうございます。